2018年の MLB オールスターゲームは、ナショナルリーグとアメリカンリーグの間で行われた89回目のオールスターゲームである。2018年7月17日に、ワシントンナショナルズの本拠地、ナショナルズパークで行われた。監督は、アメリカンリーグは、ヒューストンアストロズの監督、AJ、ピンチ、ナショナルリーグは、ロサンゼルスドジャースの監督デイブ・ロバーツが務めた。 先発投手が両リーグともに前年と同じであったのは1940年以来78年ぶりのことであった。オールスター新記録の両チーム K10 本塁打が飛び出した試合は延長10回の末アメリカンリーグが8対6で勝利した。MVP には10回表に決勝点となる本塁打を記録したアレックス・ブレグマンが選出された。 アメリカンリーグは2013年から6連勝とし、通算成績を44勝を43敗2分と勝ち越した。開催都市は2015年4月6日、MLB コミッショナーのロブマンフレットによって発表された。ワシントン・セネタースが1969年に主催して以来、ワシントン DC で開催された5番目のオールスターゲームであった。ワシントン・ナショナルズが オールスターゲームを主催したのは初めてであり、1982年にモントリオールエクスポズとしてチームが発足して以来、ナショナルズフランチャイズがオールスターゲームを主催したことも初めてであった。表中の守備の項は守備位置を示し以下の略記で示す。選出選手の発表後、選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が選ばれ、最後の1枠をかけた。 オールスターゲーム最終投票がファン投票で行われた。アメリカンリーグはジーン・セグラがナショナルリーグはヘッス・アギラル選出された。両リーグの先発投手であるクリス・セールとマックス・シャーザーは2年連続同じ顔合わせでオールスターゲームで2年連続先発投手が同じ組み合わせになるのは1940年のレッド・ラフィングとポール・デリンジャー以来のことであった。 勝ち、エドウィン・ディアス・ハイ、ロス・ストリップ・リング・エース、J ・ A ・ハップ・ホン・ルイダ、AL ・アーロン・ジャッジ、マイク・トラウト、ジーン・セグラ、アレックス・ブレグマン、ジョージ・スプリンガー・エヌ・エル、ウィルソン・コントレラス、トレバー・ストーリー、クリスチャン・イエリッジ、スクーター・ジェネット、ジョーイ・ボット・シンパン、急進、テッド・バレット、累進、ジム・レイノルズ、アルフォンソ・マルケス、アンディ・フレッチャー、ソトシン、 マイク・ムフリンスキ、コーリー・ブレイザー観客動員数43,843人、試合時間3時間34分、アレックス・ブレグマン10回表に決勝点となる、本類打を記録。ありがとうございます。